将来的に G1 の数は最大いくつになると思う？今の日本は国際 G1 は25、ダートグレードを含めると37になるけど、その気になったらどこまで増やせるのかな？ちなみに近い生産頭数のアルゼンチンの G1 数は38競争、10年前は45、90年代だと50近くあった。個人的な意見だけど、これ以上増えなくていい G1 は狭き門であってほしい。ダートスプリントとダート牝馬路線が整ったらほぼ完璧なんじゃないかな。JPN1 足すと多すぎるから国際 G1 化するときに減らしてほしい。中央 G1 はもう増やさんだろう。 JPN1 の G1 昇格目指すだけじゃない。阪神カップは昇格させたいしなかったっけ？レーティングがいつも足りないけど、昇格してほしいみたいな声が上がってるだけで、 JRA からの声明は特になかった気が。香港への流出減るし、増やす意義はあるけど立ち位置が半端にはなっちゃう。そんな話は耳にしたことないな。既婚間距離の G1 欲しいはここだとたびたび上がるけど、阪神カップって裏で中山大将がやってるし、近いタイミングで香港国際競争やるしで昇格のメリットほぼないんだよな。ダートのマイルと中距離の G1 多いよね。もし減らすとなったらここら辺の距離になるのかな。まあダートの G1 整備するだけで日本は十分な気がする。これ以上何を増やすんや。個人的には既婚間距離の G1 が欲しいけど、いらないと言われたらまあそれもわかるってなるしな。昇格しました、はい終わりじゃないからな。実際ステップレースどこにするかから始まって、場合によっちゃ番組を大幅に見直さないといけなくなる。 JRA からあえて昇格させる G2 選ぶなら、路線整備のしやすさ的に阪神カップかなとは思う。スプリンターズステークス、マイルチャンピオンシップ、阪神カップで秋短距離3冠みたいなシリーズも組めるし、実際やるかどうかで言えば個人の妄想の域を出てないけどな。兵庫チャンピオンシップは将来的には JPN1 に昇格させたいんだっけ？兵庫競馬の PDF でそう書かれていた気がするけど。昇格の前に園田競馬の場内や馬場回収してほしいんだよな。阪神カップは G1 にするために作られたとは明言されていないけど、創設時から国際競争指定の定量戦 G2 で、創設理念のスプリンターとマイラーが激突する舞台の作成ってあたり G1 昇格狙ってたのかなとは思う。今はもう考えてなさそうだけど。全ては香港とカナロアが悪い。地方はわからないけど、中央に関しては JRA が G1 の扱いを明確にしていて、その路線創設した際に頂点を決めるレースとして創設するパターンと同時期に有力馬が海外に流出することを防ぐために創設する2パターンを明言しているな。そうなると個人的に JRA での G1 創設があり得ると思っているのは、路線が存在しない2歳3歳のスプリント G1 か香港スプリントとマイルに有力馬が流出していることを常態化していることを防ぐ意味で、阪神カップの G1 ぐらいなんじゃないかなと思っている。3歳スプリントは青いステークスにかけるか、 NHK マイルカップを1400に短縮して3歳マイラースプリンターを呼び寄せるレースにするかじゃない。年によってはスプリント G1 がスマイル的な意味でなくなるのがマジで嫌。距離区分の距離を国際的に改めるか、距離固定の G1 を作るか創設してほしい。国際的な話だから難しいのは前提として、ダートはダートである程度国際的に共有できるように距離区分分けてくれ。てかアメリカに合わせてくれ。すでに1400入ってるんだから、仮に去年なんかの間違いでガナイトが先玉ハイ走ってたら、同じ1400なのにフォアボーステークスは S 区分として、先玉ハイは M 区分として数値が並ぶわけでしょ。なんかそれってどうなの。いっそのこと国際的に統一してほしいよね。1400はスプリントなのかマイルなのかわからないけど、1500は明らかにマイルな感じするし、1500未満は全部スプリントにすればいいんじゃないかな。ジャパンカップデーを作って帯同馬向けにもう一つ G1 を重ねるとかならありそう。距離どうしろと言われると困るんだが。3歳からスプリントに絞ってしまうのもなんだかなとは思う。アストンマーチャンやピクシーナイトも春まではマイルも模索してたわけだし。結局今更阪神カップを上げたところで香港に挑戦できない 1.5 分みたいな感じになるだけやろうしな。それはそれで意義があるとは思ってる。だけど、それ以前にスケジュールの問題としてありま、前日の同日に中山グランドジャンプ開催のとなると、トータルの売り上げが分散しちゃうだろうから、 JRA としてはやりたくないんじゃないかな。スプリント、マイル、ステアー、ダート、中距離、牝馬の各小馬3冠を整備させるべき。ついでに長距離適性のない馬への救済措置として皐月賞と春天の間の日曜日に距離2100から2300の小馬 G1 を新設させてほしい。大阪杯、は？救済措置のために G1 増やすって考え方は違うと思いやすぜ。
馬の方がハイレベルのレースに適応しなきゃいけないんや。それができなきゃそれまでの馬ってだけよ。コバスプリント3冠っつってもなぁ、なんじゃそらって感じ。春秋コバ3冠すらウイポや馬娘やってない人はそんなカテゴリー分けがあることも知らんのじゃないか。しかし本格的なスプリンターとなると世代戦のスプリント G1 はあった方がいいのでは。そもそも日本の馬さんは本格的なスプリンター求めてるのかな。求めるところはカナロアみたいなマイルもいけるタイプやろうしな。それなら世代戦 N までいいよな感。そりゃ G1 レースが少ないんだから本格的なスプリンターの需要は少ないよ。その基本的に路線の G1 レース数イコールその路線の賞金全体のパイの大きさになるから、その路線の種牡馬の種付け量や3区の競りでの価格はそれ相応になる。ダート3冠路線創設発表後のダート種牡馬の種付け量やその3区の競り価格はどんどん上がっているし、そうなるとまあ卵が先か鶏が先かって話になっちゃうな。馬産地の北海道にもで札幌記念を G1 に。小声、大阪杯ですら色々言われてんのに考えなしに増やしてもなぁ。10年前ならスプリントの強化もあったけど時期を逸した感じ。スプリントは王道やダートに比べても稼げない。こればっかりはどうにも変えようがない。日本って2歳スプリント G1 が存在しないのが珍しいよね。大抵の国には存在するのに。逆に2歳の2000メートル G1 が存在するのも珍しい。同じ条件のレースはフランスしかなかったはず。というか世代戦スプリント G1 って今のレーティング的に作れるのか？新設はレーティング的にほぼ無理だけど、条件変更という形で他の G1、G2 を世代戦スプリント G1 として持ってくることはできる。例えば国際承認を得た上で札幌記念を3歳戦200メートルに条件変更して G1 させるみたいな形。国際グレードの競争の距離区分を変えるのって大丈夫なんだっけ？ちょっとあやふやだったから国際承認を得ればと書いているんだ。極論アジアパターン委員会で各国過半数の支持あればどんな G1 でも創設できるからね。フツダービーは2400メートル L から2100メートル I に変えたが何も言われていないぞ。建前上はパリ大賞を2000メートル I から2400メートル L に入れ替えることで双方辻褄合わせしたのかもしれないが。3歳スプリント G1 ってイギリスのコモンウェルスカップみたいになることもあり得るからな。ダートだったら世代戦のスプリント G1 は需要あると思うけどね。芝は難しい部分あるよねー。もう短距離はこのままでいいんじゃないかな。将来的にはやっぱり36レースくらいじゃね。アメリカ97、カナダ7、オーストラリア74、ニュージーランド20、イギリス36、アイルランド13、フランス28、ドイツ7、アルゼンチン40、ブラジル26、チリ17、ペルー8、南アフリカ29、アラブ首長国連邦7、日本25、JRA 24プラス地方1、香港12、いつもの G1 比較、ダート G1 級が足りていない。それに東日本に偏っているから西日本にも作るべき。せめてダート牝馬3冠プラス3歳短距離プラス春子馬メスプラス2歳牝馬を作ってほしい。あと G1 にするなら兵庫チャンピオンシップというダサい名前ではなくクスノキ賞にしてほしい。結局短距離と長距離救ってもメリット少ないから G1 も少ないんだ。今 RJPN1 ダートの昇格頑張ってくれたらいい。これ以上増やす必要はない。でも、レーティングクリアしてるなら、減らすのはもっとない。降格させたがりは競馬界隈の勢いそぎたいんか？と思う。 G1 ってだけで売り上げも全然変わるの明らかなのに。各路線ごとに2つ G1 があるのが理想だと思ってるんだけどね自分は。ダートも芝も長距離路線は難しいけど、ダートはすでに路線が存在しないからな。芝はどうなっていくのか。最終的にはパイの取り合いだからハリボテ G1 馬増やすことになりそう。G1 とっても種牡馬になれない馬が今以上に増加するだろう。世界の中の立ち位置としてどうなのか。世界の G1 が今後増えていくならある程度増やすべき。地方でスプリント戦を組めそうなのは門別盛岡船橋多いぐらいか。どこまで上げるつもりか次第でもあるけど、遠征組が前哨戦で固まる影響とか牝馬路線まで考えたら、ダート整備するだけで下手したら40近く行ってもおかしくないんよな。ダートと芝両方やってる分体感より多めになるんだろうなとは思ってる。前に各路線に必要だと思う G1 数を考えてみたら41ぐらいだった。札幌記念とかメンツ的には G1 クラスだけど G1 になったらあそこまでのメンバー集まらなくなると思うわ。秋江の叩きに使う陣営も多いし。G1 になったらメンツが集まらなくなるの意味がよくわからないんだが、どういうこと？菊花賞や秋天のメンツが集まらなくなるから札幌記念の G1 か反対はわかるんだが、
G2 以下はいらない種母馬勝ちのため G1 のタイトルが欲しいガチメンツや G1 になったことで賞金も上がる。だろうから今まで札幌記念に興味なかった G1 常連の陣営も来るからレベルは格段に上がるんじゃないの。あと F4 とか見てても思ったんだけど、ノーザンみたいな叩きをしないことも多い。究極仕上げをしている。陣営も1月しか時間がなくて疲労回復が厳しい秋天。ジャパンカップよりも2ヶ月くらい余裕のある G1 札幌。ジャパンカップにする陣営もいると思うから相当メンバーレベルは上がると思うんだけど。現状、札幌記念のレーティングがいいのは秋競馬に向けて叩きの影響が大きいのよ。なので G1 になると今度は G1 の箔がつくので、メンツが揃う場合は上位勢が来た時に秋競馬に出る回数が減ってる可能性が出る。そしてメンツ揃うというのは、今まで札幌記念に出て秋競馬に叩きに来てた馬があぶれる可能性というのもあるから、札幌以外の路線に移ってたの馬が割を食う問題も出てくる。あと最大の問題が、札幌記念で G1 馬の価値が出てこないこと。中山府中阪神京都は種母馬になる理由になるが、札幌の場合は洋芝しか取り柄がないので種母馬向けの価値があんまりない。高松の宮記念のように中京で唯一の芝でも日本で2つしかない短距離 G1 の箔があるので、札幌の価値が見出せない。専用路線を用意してやらなきゃいけない馬が集まる G1 が果たしてハイレベル足りうるのか。集まりも考えたら中央 G1 の開催数はこれでいいんじゃないかな。課題なのはコース設定と日程じゃないか。特に大阪杯とか結局ドバイへの流出は防げてないし、だったらもう少し春小馬三冠に寄せた日程でもいいんじゃないと個人的には思ってる。ダート牝馬の上半期ってことでインプレス杯昇格くらいかね。ダートスプリントは1400とはいえ先玉ができたし。ダート牝馬三冠は関東オークスマリーンカップは多分確定だけど、一冠目はどうするのかな。歴史的なことを考えれば裏は桜花賞だけど、こういう重賞の条件を考えれば絶対1400m に短縮されるよね。G1 は数よりも条件だな。阪神2000と2200はコースが微妙。レース名に反するが京都2200や京都2400が欲しい。条件としてもいいし、何より小馬 2400m が秋のジャパンカップしかないのがね。ダート路線は28年の兼ね合いで昇格したい狙いあるから、ダート路線は期待してる。夏競馬の G1 は現状無理。気温とか番組の影響。だから冬の中山や春の阪神と京都の路線とかもっと力入れてくれるとありがたい印象。芝の3歳短距離路線を整備するとしたら NHK マイルカップは1400にしてスプリンターを呼びやすくするのも手では？ NHK マイルがよほどまずくないと距離短縮はないと思う。ジェンタルがレート上げてくれたし。ただ3歳短距離路線は青いステークスを軸にしたり、土曜日に G1 やったりしないと難しいと思うわ。3歳短距離をもっと固めるにはまず2歳短距離を固めないと。中京2歳ステークスを攻めてリステッドくらいには。あー確かに2歳路線もリステッド増やして短距離路線充実しないといけないね。短距離種母馬の価値も増えれば一石二鳥やね。ダート改革は多分第2弾で牝馬路線の拡充やるだろうけど、世代戦は当然としてメス弦の短距離戦も欲しい。JBC 除いて牝馬ダートグレードは最短距離がマイルだし、公営札幌や公営中京が復活したりとか、岩手が盛岡の芝にもっと金使えるようになったりとか、そうでもしないと芝の G1 は増やせない気がする。